さあそれでは行きましょう。まず最初のコーナーはフラが作る美味しい料理をご紹介していきます、手芸マクッキングのコーナーです。はい、ちょっと何やいつしてくれるのかって待ってたのにまだ出せないさあ今回もですね、今まさにこの宮崎県初カツオフェア開催中ということで、カツオを使ったお料理をご紹介していきたいと思います。それでは早速、カツオバッカモン今回は宮崎春海石豊玉の料理長でいらっしゃいます黒木聖雄さんに教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はどんな一品でしょうか。はい、カツオの塩たたきの、新ごぼうソース添えです。ああ、春がいっぱい詰まってますね。はい、さあそれでは早速作っていきましょう。では材料です。カツオ400グラム、かぼす1個、大葉、大根のつま、にんにくチップ、塩、それぞれ適量です。ソースの材料です。新ごぼう2本、醤油、酒、オリーブオイル、それぞれ 30cc、みりん 10cc、胡椒少々です。それでは早速お願いします。はい。ではまず新ごぼうのソースから、作っていきます。はい。で後で調味料と一緒にミキサーにかけますので、はい、薄く輪切りに切っていきます。はい。包丁を入れた瞬間からごぼうの香りがすごいですね。新ごぼうは香りもがすごくいいですので、お湯をかけておいてすぐにボイルします。これはどれぐらいボイルすればよろしいですか？そうですね、沸いて3分ですね。ごぼう自体はすごく柔らかくなるぐらいので、はい、柔らかくなるぐらいですね。はい。はい。はい、というわけで水に少しさらして粗熱を取りますね。はい。はい。綺麗なペースト状になるまでですね、ミキサーかけていきます。はい。これ調味料は今回何が？お醤油とお酒とオリーブオイル、みりんと胡椒ですね。はい。脇にくっついててこう動かないごぼうがあるので、はい、それを真ん中の方にやって。さあというわけで新ごぼうのソースは完成しました。では続いては、はい、カツオを塩たたきにしていきます。はい、家庭用のでやりますのでフライパンでクッキングシートを引いて失敗しないやり方で、焼いていきます。これクッキングシートがないとやっぱりそうですね、フライパンに、はい、くっついたりしますので、失敗しないように、はい、やっていきたいと思います。全体に塩をしてます。はい、そうですね、全面にして、はい、じゃこれ皮の方からですね、皮を下にして。焦げ目がつくぐらいですね。はい。カツオの皮って本当しっかりしてますもんね。そうですね。まあ一番も美味しいんですけれども、場所的にですね。やっぱりしっかり焼けば皮も食べれますし、生臭みも消えますし。はい。じんわりじんわり赤身の部分がこう周りから色づいてくるところがまた、そうですね。なんとも美味しそうですね。はい。はい。カツオが焼き上がりました。さあそれではこれから仕上げの段階に入ります。はい、こういうところもね、やっぱりプロから学ぶ部分で皆さんもじっくりご覧いただきたいと思います。あ、これ1/2にするんですね、縦に。そうですね、はい、ちょっと大きいですので。わあ、綺麗な色ですね。ですね。これカツオを切るときはこう一度切れ目を入れてですね。はい、まあここにこの間にニンニクのスライスとか入れる方もいらっしゃいますし。なるほど。あと叩きっていうとその氷水で締めてっていうイメージがあったんですが、はい、もうこれは温かいまま。そうですね。すぐに食べないときはやはり氷水で、一旦冷まして冷蔵庫でに保存しますので、はい、冷まさないとまたいけないんですけれども、もうすぐ食べる場合はもう、はい、氷水に落とさない方が水っぽくなったりですね、しませんし、はい、今回は何を準備してくださったんですか？ほじそと金魚草と、はい、あと紅芯大根ですね、赤い。もう桜の花びらが舞っているような、綺麗ですね。これ完成です。完成です。はい、さあこの後いよいよ試食のお時間です。はい、ではたっぷりとソースをのせまして、いただきます。新ごぼうのソースがすっごい美味しいですね。そうですね、香りもいいですし、新鮮なごぼうそのものの味がしっかり残ってますね。はい、こんなになんかごぼうのソースが美味しいとは、なんか面白い組み合わせというか。そうですね、もうその季節の海のものと山のものを一緒にいただくのが和食のいいところですので。なるほどですね、はい、まさに春のもの同士が一緒になったという、はい、そうですね。でこのたたきもやっぱりこのレアな感じが、そして皮目の方のちょっと焼き加減とかがとてもいいですね。はい、わあ、ちょっと今度はニンニクチップスを乗せてといきたいところなんですが、はい、今回のお料理のポイントといったらどういうところでしょうか？そうですね、もうカツオはもう炙ってすぐお刺身にするのと、ごぼうは、刻んですぐ湯がいて。ソースにこちらもすぐするということですね。はい。今回は宮崎春海遺跡豊玉の黒木料理長に教えていただきました。どうもありがとうございました。さあいかがでしたでしょうか。カツオの塩たたき、新ごぼうソースご紹介しました。いろんなカツオの料理がね出てきてますよね。カツオ料理でね、もう無限大ですよ。無限大、カツオ無限大。あとごぼうのソースもなんかね新しいですけど、僕の中ではそうですよね。ちょっとドロッとしてる感じでしたよね。だから新ごぼうなのでちょっと柔らかくて、新ごぼうって新しいごぼうが出てきてるんですか今世の中に。でほらそういうことじゃねえ。普通の長いごぼうって言ったら成長させて出荷とかなんですけど、その成長の途中の若いやつっていうので初夏に大体出るのかな、今頃の時期だと思いますけれどもね、なので柔らかくって香りもいいですから、それを生かしつつのソースなんですよ。クッキングシート引いて焼くのね、焼き目をつけるやつとかびっくりしました。あそこはまたポイントですね、焼き加減もね、たたきのね切り込みをここちょっと入れてね、明太子とか入れて、明太子としそとさ、チーズとかでも美味しいかもしれないよ。なんかさ帰ってきてからあそこの間になんかメモ帳でご飯食べてねって書いてあったらほっとする。なんかいやラップせえや。ぜひねしそとかにんにくチップとか挟んでいただければありがたいと思います。まさにね春の初夏の味をお届けしました。初夏初夏。いやつながんわ。それではプレゼントいきましょう。こちらです。はい、フェニックスシーガイアリゾートよりレストランの利用券5000円分を3人の方にプレゼントいたします。応募方法は番組の最後でご紹介です。さあ旬の食材を彩り鮮やかに仕上げた若い遺跡とフレンチ懐石が楽しめる豊玉、海の幸山の幸に恵まれた宮崎ならではの旬の美味しさとともに贅沢な時間をどうぞお過ごしください。さあというわけで本当に旬のものを旬の時期にいただくっていうね、この美味しさぜひ皆さんもお召し上がりください。以上、手芸マクッキングのコーナーでした。では CM の後はゲストコーナーです。